はい、喫煙動画。今回は、チェのメンソールをまた再レビューということでね、していきたいと思います。まあ、チェのメンソールね。うん。こちらが 25g 入ってて、値段が600円ですね。はい。ということで、レビューしていきたいと思います。リスナーさんから、まあ、再レビューしてほしいという声がありましたので。はい、加湿はもうすでに済んでおります。それでは。まあ、チェは安定して美味しいということでね。僕は、ほとんどチェしか吸わないんですけれど。まあ、メンソールは、だいたいフィルターでメンソールフィルターで吸うことが多いんですけれども、今回は、はい。ローの、スリムフィルター。こちらは、無漂白の、漂白されてないやつですね。これはフラグロさんからいただきました。どうもありがとうございます。それでは吸っていきたいと思います。ウィス。ということで、行きましょう。程よい、メンソール感。これぐらいなんだよ。本当にメンソールフィルターだと非常にメンソールが強すぎて、封を開けといて、俺の場合だと、メンソールの封を開けてね、あえて揮発させて、ちょうどいいぐらいに、まあ、なるまで放置しとくっていうのが、やらなきゃいけないんですけど。これだとその必要がないので、非常に、まあ、よろしいかなと思います。ちょうどいい。うん。紙巻きの、まあ、メンソールとかってよくあるんですけれども、まあ、最近だったらほら、リトルシガーとかのね、メンソールとかだと、メンソール感が強すぎてほとんどタバコの味がしないっていうのが、まあ、よくありがちで、本当にメンソールが強すぎるんですよね。だから、紙巻きタバコの場合だと、まあ、俺が好きなのだと、まあ、ガラムのメンソールとか、もしくは、ハイライトのメンソールとかね。それぐらいがちょうどいいかなと。あれぐらいの程よい、メンソール感が、ちょうどいいんですけれども。まあ、特にハイライトメンソールはちょうどいい。バランスが非常に、よろしい。ので好きなんですけれどもうん、これも非常によろしい。本当にバランスがいい。これぐらいのやつだとやっぱりタバコのやっぱメンソールが強すぎるともはや味覚が死んでしまいますので、味覚と嗅覚が死にますね。死にますので、はっきり言って何を吸ってるのかもさっぱりわからない。なんで吸ってるのかもよくわからない。メンソールを吸ってるのかっていうレベルの。発火油でいいんじゃないのっていう。タバコ吸う必要なくねっていう話になるんですよね。もうタバコじゃなくてよくね。もう発火油で
吸ってるやって話なんだよ。ほとんど意味ねえんだよ、あれ。まあ、他だと、まあ、メジャーなところで言うと、やっぱ、マルボロのメンソールライトとかね。マルメラ、まあ、通称マルメラで今呼ばれてますけど、あれがやっぱちょうどいい。確かに。ただ、マルボロはちょっと高すぎるという値段がね、もう500何十円とかするでしょ。もう値段忘れたけど、もう高すぎて、まあ、いらん。もう今520円とかするんじゃねえか、うん。まあ、そういう感じなので、非常にまあ、バランスがいい。じゃあこのチェのメンソールの、概要を、ね。チェのシャグのメンソールですね。まあこれ特に書いてないんですが、チェのメンソールのシャグ。手巻き屋というサイトで、まあ、だいたい見るんですけれども、特に何も書いてなくて、待望の、チェのメンソールシャグ、手巻きタバコの革命、メンソールタバコという、書いて、それしか書いてないので、じゃあ、チェのシャグはどうかというと、キューババのブレンド、ルクセンブルク産と、バーレー、バージニア、オリエンタル、メリーランドバを使用、と書いてあります。まあおそらくそれにメンソール付加したやつだなとは思うんですが。まあ憶測にしか過ぎないんですが。うん。で、このチェのメンソールの、まあさらに強化版として、チェのブラックメンソールというのがあるんですけども、それももう、買いまして、まあ、これも、まあ、全く書いてないんですよ。特に、手巻き屋さんの方だと、メンソールレベルを最大強化した清涼感あふれる、爽快感あふれる手巻きタバコというふうなことしか書いてなくて、一体何の葉っぱを使ってるのかっていうのは一切書かれてないので、さっぱりわからない。うん。まあ、特にわからない。多分、チェのメンソールは、と同じく、まあ、チェの、赤のやつを、に、まあ、メンソールを、付加したやつかなと思うんですけどね。まあ、これもだから、憶測にしか過ぎないんですけど。他のとこでちょっと、ググってみますと、まあ、有名なブロガーさんの人で、のものを見ると、バーレー、バージニア、オリエンタル、メリーランドバを使用したチェ・サグ・メンソールの紹介ですってなってるんで、まあ、つまり同じってことですよね。チェのシャグと全く同じ。のメンソールバージョン。と。いう解釈で、まあ間違ってはないと思うんですけど。で、まああとは、まあ、香料無添加。香料無添加だったっけあれチェのシャグ、香料無添加とか、そんなのなかったっけ書いてない。あれなのかなまあ、ただちょっと、チェのメンソールと、チェのメンソールとチェのシャグ、の、刻みがちょっと違って、比較するとちょっと違うんですよね。もうちょっと、刻みがやっぱり、チェの、
メンソールとチェのシャグだと若干違う、刻みが違う。まあ、具体的にどうかっていうと、チェのシャグの方がちょっと粗めで、で、メンソールの方は若干細かめになってるというか、はい。それぐらいですね。まあだから、多分ですけど、メンソールを付加するのに、ちょっと刻みが細かい方が、なんか、メンソールにしやすいとか、そういうことじゃねえかなと思うんですけどね。まあこれも憶測にしか過ぎないので、よくわかりません。まあ刻みが違ったら味がやっぱ違ってくるっていうのも、まあわからんでもないですけど。まあ、これの場合だとしっかりタバコの味もするし、でなんといっても癖がやっぱりそこまで少ないんで、吸いやすくて、なおかつ何回でもリピートしても全く飽きが来ない。でそして値段も安い。で、さらにペーパーも、高品質なこの、レーベルの、スローバーニングフィルター、ペーパーですね。なので、非常にコストパフォーマンスが優れている。というところで、まあ、はっきり言ってこれはもう5つ星をつけざるを得ない。ので、5つ星です。ご視聴ありがとうございました。バイビー。